モンスタージョン TV 始まりました。モンスタージョン TV、 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたはインガザラシということでやっていきましょう。今回はワンピース初見読みやっていきたいなと思います。ということで、もうなんか救済が多くて辛いあ、辛いけども、でも内容が面白いんだ、めちゃくちゃ面白いんだ。もう本当にどん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 面白い展開になっていくんだ。今回も面白いんだろうねということで見ていきたいなと思います。あ、そうだそうだ、もう一個僕チャンネルやってるって言ったじゃないですか。アニメのリアクションチャンネル1万人超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。まさかの1万人突破ということでね、ぜひともまだそっちのチャンネル知らないよって方いましたら、海外ジョニキで検索してもらえれば出ますんで、ぜひともそちらもチェックいただけたらなと思います。ということで改めて見ていきましょうかね。あー、はいはいはい、あ、これなんかこれええな。あれってかさ、ジャンプのこの表紙ね、これさ、てかもうこれはもう見せていいんだ、ここは見せていいんだ、これ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 さ、なんかドレスローザ思い出さん、ドレスローザ確か恋かなんか着とったよね。恋着とって、いや恋やな、あれ確か。で猫は確か猫侍でゾロだっけ、金やもんなんだっけ、いや金やもんかな、なんかどっちかがなんか猫だよね。だからまあまあまあ猫が体を持ってる、めでたい、はい、ということでねはい、ということでめでたいとか言ってさ、あ、いやー、でね、辛い辛い、まったこれまたいろいろとね、そう、これね語り出したらここだけでめちゃくちゃ気になるとこありますんでね。まあ鉄板はね、このサンジ君がね、クッキングということで、クッキングで王様のマークなんだよね。黄色い本に王様のマークっていうことで、まあ、ジェルマを思いつつの S の書いた T シャツと、この色は気になりつつ、リスがいます。リスが多いね。なんでリスが多いのかな、栗を持ったリス。ひでしもれだな。栗と、ひどいなぁ。で、ドクロね。俺にドクロだよ、これ。俺のせいじゃねえよ、これ。完全に。これ、オダッチだよ、これ。栗をリスに持たせんなや。マジで。これ事故ってるやついると思うよ、大概。はい、ということで、ということで、本編見ていきたいなと思います。もう、怖いわ。はい、いやー、もうすごいな。すごいな。第1081話、黒ひげ海賊団、10番線船長、クザン。うわー、いよいよバトル。バチコンつうことやろ、これ。うおー、すげーなー。いやー、絶対強いやつ、一発でも殴られたら終わるやつ、わかるよね、これ。おー、で、なんか出してる。入道、グニョ。入道グニョ、言いづらそうだな。なんか入道雲みたいな、入道なんちゃらみたいな、はい、言いたくなるような感じですけどね。軍艦が落ちてくるのじゃ、守るわけですね。うん、はい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 、タシギちゃんもいる。でもスモヤンが見当たらないですね。スモヤンが見当たらないから、やっぱクードバストみたいなのはスモヤンが能力でパーン出したのかね。なんかパンチでやったのかなと思ったんですけどもね、パンチじゃない説はあるんだよね。選手にガープを折ったっていう話なんで、後ろにいない、そうなってくるとどうやって飛んだので、そういうシステム組んでんのみたいなさ、なんとも言えないところですけどもね。意外とスモヤンがいないから、スモヤンがズバーって能力を出してる可能性も、そんな爆発力あいつに出せんのかっていう感じだけどね。はい、いやでもかっこいいな。てかやっぱ頂上戦争を思い出すな。わかるね、ねえねえ、めっちゃ頂上戦争感ない、これ。あー、納得いかんの、すっかり衰えたええな、ふざけんなとね。いや、伝説は健在ですよ、これは。衰えてなおこれですよ。まあまあ、みんな必ず衰えはあるんだろうけどもさ、四季にしてもそうだけど、衰えを感じないよね。おー、で、そうだな。やりすぎだよ。悪い子だね、ガープ。悪い子だね、ガープ。あー、この姉ちゃんさ、これ喋り方気になるな。頭のトリッピーに関してはもう戦国連想で来てさ、おつるさんと来て、じゃあおつるさんと戦国さんの子供かいって言うとそうじゃないんだよね。年齢的に考えたら多分違うだろうな、つうことでお孫さんっていう風になって、じゃあお母ちゃん誰ってなると、これひな来るんじゃねえのっていうさ。ひな、これ喋り方こんな感じじゃない？なんか確かロックスの話してる時とかめっちゃタメ語やん。てかまあ基本的にタメ語やん、ガープさんに対して。ってことはその娘もっていう風に考えると、ワンチャンマンじゃない？だからひなで鳥じゃん、ひなも、ひな鳥、ひな鳥、そっからやん。だからもう繋がっていくんだよ。だそうなんじゃない？ひなが鶴っていうところでもそうじゃん。ひなからの鶴からのっていうなんかところもなんか鳥鳥鳥鳥ピーみたいなさ、子供じゃね？ひなの子供じゃない？わかる？なんかぽいよね。ワンチャンマンじゃないこれ。うん、はい、いいね。ガープさんに海軍の未来と言われたコビー。おお足を引っ張ってやるぜ、これ面白いな。いいことを言ってるのかな、言うのかなと思ったら足を引っ張るぜっていうね。はい、ちょっと嫉妬してんだよな。帽子長えな。にしても帽子長えな。うん、ちょっとそこら辺がね、はい、そういうことはこそこそやるんだよ、この音質育ちが可愛いんだから
さすがプリンス、さすがプリンス、温室育ち、そういう風にね回収されていくんだよな。もろいな。ソードじゃない皆さんまで、おお、ああ、はいはいはー、ひばりさん、ひばりさん、カッチコチやんけ、容赦なし、ひでえな、マジか。うわー、九山船長言われてる、九山船長言われてる、困るな。コビーティーチの犬間に逃げ出してもらっちゃ怖いね、やばいやん。で、ところ変わってかよ、ところ変わってかよ、変わるな。2年前、はい、海軍本部次期元帥の座を巡り起きた、うん、はい、ワンワンとの戦い1年後、へー、新世界とある島、また特殊な島だな。うん、あらら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 、サンファンウルフがカチコチウルフになってるね。おーおー、表のカバが凍ってんだ、能力をどけ。おーおーおー、らららら、ここでヒゲ接触。おーおー、誰がやった、いや、聞くまでもね、草だな、自問自答じゃねえかよ。うん、はい、一人しかいねえよな、お前だ、青木じ。おー、やべえじゃん、グラグラの能力はやめときよ、仲間が割れて死ぬぞ。やっぱそうだな、抑止だよな。なんかね、このグラグラがあるから、それを止めるために、まあ会心とかもそうだけど、それ止めるために俺クザンいると思ったから、まあ、まさにそこら辺がいきなり抑止入ってるなーって感じすんだよね、これ。はいはいはい、俺から手を出したと思うかって、うん、あー、昇進の上、へー、ほー、これだいぶ面白い展開だね。仲直りするんかい、これ、仲直りするんかい。まあ、せんかったらね、せんかったらな、そうだよね、でかい魚食ってんな、もはや海洋類を食ってるって感じやんな、どこでも樽用意したね、これ。あー、いける口だね、アイスキャンディー、アイスキャンディーな、アイスキャンディー、新しいあだ名がついてるってことやんな、これ。お前もな、クズゲドウ、笑いながらもクズゲドウっていう風に言ってんだよね。はい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 。ほいで、赤いのやつはなんつった。おー、なんかすげえな、完全に馴染んでるっすね。宴みたいな感じになってんじゃん、黒ひげ海賊団。俺こういうの好きなんだよな。くしくも私こういうの好きです。同期で殺し合うことになるとは。おー、熱いもんが込み上げてくるわい言うて。はい、お前もマグマだろっつーの。お前、はい、マグマっすね。はい、熱いものが込み上げてくるね。お、マグマなんで熱いどころじゃないよね。うん、あらら、足、あらら、あらら、あららでしたよ。うん、うん、大変だね、常時氷で補ってるのすごい大変だな。で、赤犬の話を知らんからね。はい、全身傷だらけ、そうっすね、全身傷だらけっすね。うん、はぁ、あ、はぁはぁ、傷といえばデート食う。おー、火の傷、火の傷。おー、カイドウ、ビッグマムが持ってるところまでは知ってる。うん、だとの二つ、うん、見つからねえのよ、そのうち一つは、はあ、火の傷の男が持っていると言われている。おー、すげえじゃん、俺かな。俺かな、俺かな、わくさ、これ、うわ、おめえの傷はついたばっかだろ。これなんかウソップ感、ウソップ感、トップトップトップ、めっちゃウソップ感。てか、これさね、俺らにぶっ込んでる感ない？なんかそのリスナーサイドにぶっ込んでる感で、火の傷誰問題ってあったじゃん。で、最終的には、俺誰で揺れてたかな？俺ワンチャンだから、小原の学者と、サウロと、いや、でもその二人かな？その二人なんだよね。で、クザンは考えてなかったけど、でもクザンって言われるところも結構あったんだよね。だから、誰みたいなさ、だからそれをある意味なんか潰しに来たみたいなさ、俺かな？俺かなじゃねえよ。その男は真っ黒い船に乗り、近づくと巨大な渦で敵船を飲み込んだとか、能力者かもしれない。へえ、俺は政府の人間だと踏んでるかな。実際世界政府は闇深い。おお、石を一つ持っておきゃ海賊たちがワンピースにたどり着けねえからな。こいつが言ってるってのはぽいな。確かに政府が持ってるっていうのは全然考えられるよね。ただ逆を言うと、政府が持ってるっていうのには違和感を覚えるんですよ。なぜならば、ロジャーさんたちがそれの場所とかを知ってて、で、おかげさまでたどり着いたわけなんだけど、それをやすやすとなんか政府に渡すようなところに置いときますって感じなんだよね。まあ元々隠れてるところとかはあるわけなんだけど、なんかそこら辺はね、バレそうなところであれば絶対にバレないようにすると思うんだよね。で、引き続きバレづらいところにあるとかね、まあ誰かが持ってるでもいいんだけど、そのカイドウマムの件に関してもね。だからそれをなんか政府が持ってるってのは違和感なんだよな。せいぜいコピーは取れるにしてもさ、なんかスチューシーとかいるわけだからね、マムのところに行ってペってなんか取ってくるみたいなできるかもしんないけど、ちょっとそこら辺は違和感あるね。政府ではない。で、この黒いのが、まあまあまあ、一発目で連想するのはドラゴンさんだよね。革命軍っていうのはだいぶっぽいなって思うね。ただ、じゃあなんで渦が起きるのっていう。渦はなんでっていうと、風で起こそうと思えば起こせるよな。で、クザン、俺かなって言ってるのが、一周回って本当にクザンだった場合っていうのもなくはなくて、こいつあの、ペンギンと一緒にいたやんけ。ペンギンと一緒にいたから、そのペンギンがやってくれるとか、氷を使って、まあ渦を起こすっていうのもやろうと思えば起こせんだよね。で、毎回チャリで移動してるかって言ったらそんなわけないと思うから、まあそこら辺を考えるとね。
まあ、いろいろと考え深いところはある。果たして本当にクザンじゃないのかっていうね。まあまあでもよっぽど、もうサウロでほぼほぼ答えは出てるんでね。でもサウロがそんな能力持ってんのかいって話なんで、まあそこら辺はまた、以後よろしくって感じだよね。はい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 。そうだよね。大原でもそんな一周は見てね。はい、出た。歯向かう親友。悲しそうな少女。なんだその冴えねえ話はっていうところで、おー、能力を奪う。おー、ピキ地獄耳、ピキって聞こえちゃうのかな。やっぱ大気の振動とかで何を言ってるっていうのも聞こえちゃうのかな。地獄耳、ピキってそういうあれかな。すごいね、能力の汎用性というの。やばいよね。全員氷の世界へ行ってくるかって。いや、黒ひげ海賊団一人で乗り込んでこれをやるわけだからさ。能力下がり。ああ、悪かった。謝ってる。うわ、もう、凍らされてんじゃん。うわ、猫さんも凍らされてるし、トプトプおじさんも凍らされてるし。まあ、本気出せばそうだよね。まあ、本気も出してねえよな、こんなの。遊びのうちやな。はあ、で、勧誘されてんだ。へえ。ほう、アホいえ。ちょっと楽しく飲んだぐれで、そこを認めながらね。お前らなんか信用できるわけね。意外だね。なんか、青生地から入れてくれって、こう、なんか言ったような雰囲気を感じたいけどね。信用ならねえとかって言われたから、まあですね。違うんだよね。まあ、そういう風に仕向けてるっていうのが正解なんだけど、これは。いやー、面白いね。へえ、海賊ってな、利害が一致してら、それでいい。ここら辺からだよね。ここら辺からが違うんだよな、ルフィ君と。自由だよな、お前。何をしたい？自由。自由ですね。はぁ。で、ここにまた戻るわけですよ。クザン、ヒバリを元に戻せ。コフィを見逃せ、海軍に戻ってこい。相変わらず、言いたいこと全部口に出すね。そのどれも叶えられねえの、ガープさんって。なんかこれ、あれやんな。クザンと初めてルフィ君が会った時を思い出すよね。なんか、じいちゃんそっくりだっていうさ。なんかそこにすごい似てんだよな。うわー、すげー。マナ弟子を救うために、かつての一番弟子を殺せんのか。うわー。おー、すげー。アイスボールを食らってもバキバキバキ言うて。いや、半端ねえな。あ、なんか覇気みたいなの出てるな、これ。うわ、すご。だから白ひげみたいに振動で割るだけじゃなくて、覇気でパー言うて割っていけるんだよね。当然っちゃ当然だけど、それができるってすごいよな。おー、迷うやつは弱い。迷ってんだよ。迷ってるってことは完全に黒ひげ海賊団じゃないんだよ。うわ、海底落下、ブルーホール、ブルーホール、隕石、隕石からの、隕石の技名があって、ブルーホール、海底落下っていうこの感じを見ると、あれを思い出すんだよね。エニエスロビーの大穴、隕石からの、隕石が落ちてきたって可能性も全然あるんだよね。フジトラのあの技を考えればぽいじゃないですか。で、まあ、彼の技からヒントを考えるべきなんだよね。ガーブさんの。ってなってくると、隕石とかそういうなんか惑星系のね、名前に繋がってくるわけなんで、技が。そうなってくると、これ海底落下で大穴開けてるっていうところでは、なんかそういうヒントになるのかなみたいな。隕石があそこをね、直撃したのかなみたいなね。ところ変わって、新世界、ウィナート。後の海賊団潜水艇。うわお、ポーラタング号、沈没。うわ、こっちでもかい。うわ、真っ二つ、誰がやったこれ、シリュウかこれ、やっば。うわ、仲間たちがみんな海に投げ出されてる。やーべ。うわー、ボコボコやんけ。ロッキーポートで、お前が心臓を奪った。100人の海賊たちが今も海賊島で怯えて暮らしてる。はぁー。やっぱそうやん、ロッキーポートイコールも完全に海賊島だよ。そこの、ポート、港っつう話やん。そこに、黒ひげがいない間に多分こいつが来て大暴れしたとかって話なのかな。わかんねえけど。で、王直が来るのも全然考えられるじゃん。でも黒ひげも最終的に来たんだっけかや。なんかそこら辺がちょっと曖昧なところもあるんですけどね。確かそうだよね。で、コビーもいてみたいな感じだもんね。どうやってそこから逃げ切れたの？普通に考えて黒ひげにとっては、でもそこ、そっか、ワンチャンそこの時に海賊島を襲いに来てたから都合よしみたいな感じで考えたのかな。黒ひげもロッキーポート。だから海賊島潰しに来た。で、まあ、利害があったって話だな。利害が合うってなんかちょっと昔思い出すね。そういうとこだよね。ワンチャンそれだな。オペオペを売るか使うか、俺を不老不死にでもできるのか。おー、ベポスーロン、月がないのにスーロン。あー待って、うまくいく保証は全然ない。チョッパが作ってくれたのこれ。うわー、で、ガリと食って、うわぁ、ランブルボールみたいなもん作ったんか。うわ、キャロットどこやねん。これキャロットのためのものやんけ。どこ行ったねん、キャロット。うわ、キャロットのためのものやん。どこやん。うわぁ、で、ローだけ助けて、逃げていくのか。うわ、きっつ。仲間を置いていくなんて、これ、マジ、ベポ、心臓張り裂けそうやろ、こんなの。うわぁ、乗り越えてきたじゃん。みんなで可愛い顔して。うわぁ、だからキャプテン死なないで。お願いだから死なないで。うわ、きっつ。これなんか、頂上戦争でルフィ君が逃げていくとき思い出すな。なんか
が全力で助けてるみたいな。ハートの海賊団敗北、うわー屈辱の敗走、これはえぐいね。まあ敗走なんで逃げてるんでね、ちょっとまだキッドよりは救いはあるけども、えぐいな、とんでもない展開やね。ちょっとなんか情報量多すぎてパンクしそうですということでね、いろいろありましたけど、皆さんどう思いますか。まあもろもろちょっとね、まあ面で話してきたんで、コメント欄でねお話できればと思います。で改めて、まあ今このチャンネルってのはもう毎週毎週ね、このファーストリアクションっていうのを撮りながらで、アニメのリアクションっていうことでは今もう毎日ね出しているのが、その海外ジョニキのチャンネルでアニメのいろんなリアクションを出しながらお話ししているんで、そちらもねぜひとも合わせてチャンネル登録をしていただいて見ていただいて、で毎週月曜日に備えていくみたいな、月曜日までそっちでみんなでこう繋いで盛り上げていって、で月曜日にここで爆発させていくみたいなね、そんな感じで見ていただければなと思います。チャンネル登録お願いします。それでは最後になります、じゃんけんでいきましょう。最初はグー、インガザーラシードでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!